よしと今回はですね、絶不調ですが、大城選手をね、こういうフォームついたんで使っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあいい、最近ね、ちょっとね、打ちすぎておりました、私。そう、2024になってね、もうリセットですよ。言っちゃったらリセット。なんでね、もう強い選手ばっか使ってて、もうホームランの価値がね、かなり落ちていると。まあ、ここでも大城なんで、かなりホームラン性能は高いんですけど、ちょっとホームラン控えようと思いまして、私。なのでね、今日はちょっとミート打ちとかね、絶不調とか多めでやっていきたいと思います。たまにはそういう回がないとね、やっぱり生きないと思うんで、ホームラン2問が。レフトの前は、佐々木、ナイスバッティング。さあ、誰付き合っていきます。で、この大城選手、なんで使ってるかと言いますとね、この固有フォームがね、今作からついたんですよ。OK。これなかなか似てますよね。あとね、やっぱ固有っていうのはね、テンションが上がりますね。でもゲッツー持ってて足がね、めちゃくちゃ遅いんで、ゲッツー性能はかなり高めですが、このナイスバッティングは、直樹か。わーはは、すっげー完璧なホームラン打ちまった。ドームラン、うまく当てた。ナイスバッティング。これでいいんだよ高梨は。さあチャンス対左、いい、どっちもいいなんでね、かなり厳しいんですが、絶不調、もう最低能力です。大城やばい、三振まで出てガチの最弱能力消えました。さあ大城選手、これがね本当の姿、通常でございます。まあ、弾道読んでパッてやるんで、マジでホームランで打ちやすいと思います。普通にこうね、スノーステータスがとんでもないぐらい高いんでね、打感はいいと思うんですが、ちょっと固有フォーム合ってない説濃厚。まずいホームラン打たないとか言ってたらね、普通に俺の調子が悪いんだよ。いったー、左中間、大城裏広角やっぱりホームラン、やっぱり野球の花はホームラン。もう俺の動画はねホームランなんですよ。結局もうホームランがスタンダードなんです。あー、またこれもうダメだ、これもうホームランじゃないと満足できない視聴者になっちまった。みんな、皆さん不調を聞きました。もうこれはね、あ、ミートしろと言っているんですよ。そう、これミート力も非常に高いですから、ホームラン打たせません。もう絶対ミートで満足させる。ミート打ち、ナイスバッティング、ファルボール、はい、完璧なミート、強振してればホームランでした。っていうぐらいならさ、この打席でホームラン打てよ。ああ、打てるんすよね、これがやっぱり。まあ、僕ぐらいになればそのくらい自信もね満ち溢れていると。ライトへの当たり、切れなければ同点です。完璧、ヘルナンデス当たり、レフト一歩も動かない。やばい、大城満塁男持ってるのに綺麗さっぱりっすよ。でも三振出ても自分信じろ。ミート打ち、これ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 、やっぱ強振あってこそのミート打ちなんですよ。もう完璧なバッティング、今日見せ場来ました。一番の、そして大城盗塁、ランナーがスタートしている、大城がスタートしている、奇跡の盗塁成功これが流れというものでございます完璧。さあさあ主人やっていきたいと思います。やっぱり調子普通ならホームラン狙うよ。やばい、大城インハイ見えねえこれ。うわ、やべ、ちょっと東めっちゃ球持ちがいい。なんだか思ってるよりも東が打ちにくいでございます。スライダー、そこちょっと見えない、バカ粘ってる。ストレート来た、センターへの当たり。さあこの当たりはセンターの後方でさすがにキャッチされると。うーん、難しいね。ただね、特に強振とくのを持ってるわけではないんで、まあ打感は悪くはないんですけど、まあこんなもんだよねっていう当たりが多いかもしれません。桑原危ない。さあラスト助けやっていきます。悔いなく終わるためにもちろんホームラン狙うよ。やっぱり俺と言ったらホームラン。オッケー、ストレート、ライトスタンド一直線、これなんです俺はということで今回も大城選手の使用回でした。まあ久々にいい回になったんじゃないかな。ちょっと最近スランプ気味だったんですが、ぜひぜひチャンネル登録の方お待ちしております。大分船のピーでした。ありがとうございました。